ジャスミン、いざ聖火の宴に舞い散る。任務開始。あ、ジャスミンさん。おや、三姉妹揃ってどうしたんだい。ジャスミンさんと半蔵さんの馴れ初めを聞きたいです。どうしてそんなことを聞くんだい。妹たちに全員にイロハを教えてあげたいんです。ちなみに恋愛なんて必要ないだろ。料理もそう思う。恋愛なんて教わるものでもないと思うし。いや、違ってはないよ。私たちの恋愛は痛みから始まったしな。私もまだまだ現役だよ。みなぎってきたね。受けてみろ。進まんでおしまいかい。いただくよ。こんなんじゃ足りないね。戦いに情けは必要ない。私はいろいろあって、カグラの称号を捨てた。え？捨てちゃったの？忍びの最高称号を。なんでなんで？それは秘密じゃ。だが、その時、真理になって話を聞いてくれたのが、半蔵だったのさ。あのエロじいさんにそんな一面があったんだ。意外だろ？でも彼の優しさが忍び変身。あたしの心の痛みを和らげてくれてね。わかりました。そこでお礼にキスをしたんじゃない。俺はビンタだったよ。え？なんだかこっぱずかしくなってね。思いっきりビンタして道の向こうまで吹っ飛ばしてやったんだ。私からの精一杯の愛情表現だったんだよ。よし、こんなもんかな。消化で安心したよ。